マガダ国マガダ国の藩とマガダ国は古代インドにおける16大国の一つ。ナンダ朝の下でガンジス川流域の小王国を平定し、マウリア朝の下でインド初の統一帝国を築いた。王都はパータリプトラ。ガンジス川の下流域に位置した国。仏天城のマガダ国。紀元前800年頃までにはこの地域にもアーリア系の住民が浸透していた。 インドにおいてちょうど鉄器時代が始まった時期だったこともあり、当時インド最大の鉄鉱石の産地であり、かつガンジス川を介した水運と森林資源が存在した、この地方は急激に発達した。マカダ地方は身分制度が緩い地域であったことが知られ、しばしばガンジス川上流域地方のバラモンなどの知識人たちから身分制度の乱れを批判され軽蔑された。これは マガダ地方が当時のアーリア系住民にとっては新天地であり、伝統的なバラモン教の習慣や権威の影響力が小さかったことと関係すると考えられる。マガダは古いバラモン教系文献では、キー型とも呼ばれている。マガダという名もバラモン教文献に早い時期から登場するが、どちらの名も強い軽蔑の念を込めて使われている。マガダ国の起源については、 バラモン教系文献に伝説的な説話が残されている。クル族の大王、バスが5人の息子に領土を分割したとき、長男、ブリハドラダが、マガダ国の統治者となった。ブリハドラダが創設した王朝は、ブリハドラダ・朝と呼ばれる。この王朝のジャラーサンダ王や、サハデーバ王等の王たちは、インドの二大女子史の一つと言われる、マハーバーラタの主要な登場人物である。そして、 この時期のマガダ王の中でも特に名の知られているのは釈迦にまつわる説話でも登場するビンビサーラ王やアジャータシャトリ王であり、隣国アンガ国の征服などを通じてマガダ国の勢力が大きく拡大した。この頃の首都はラージャグリハであった。この都には竹林少女があった。そして近くには霊衆山がある。ウダイーは首都をガンジス川沿いのパータリプトラへ移転させた。 あとに、この町は、マガダ国の首都として全インドの中心都市として栄えることになる。現在のビハール州の州都パトナである。続いて、シシュナーガ王によってシシュナーガ朝が建てられたが、この王朝も仏教系の文献などで非常に重要視される。その後もマガダ国は、周辺の大小の国々を、次々と征服、従属させていき、紀元前4世紀に成立したナンダ朝。 そしてその後を受けた、マウリア朝のチャンドラグプタの孫アショウカ王の時代には、インドア大陸のほぼ全域を支配するまでになった。その後、マウリア朝の将軍からシュンガーサ、そして、シュンガ朝の進化からカーンバーサとマガダ国は続いた。紀元前のマガダ国は、南インドのデカン高原に拠点を持つ、サータバーハナ朝に滅ぼされた。西暦紀元後の320年に、 このマガダ地方からパータリプトラを首都とするチャンドラグプタ一世のグプタ朝が誕生する。使用された貨幣、多川国吉によるぶち足を時指の狐昔、マカダ国の王は千の小国を征服して統一していた。ある日、軍神を連れて山中に分け入った時、獅子に出会った。家臣たちは逃げ出し、一人残った王は獅子と仮のちぎりを結び、獅子は妊娠した。 生まれた子足に反転があったことから、ブチアシと名付けられた。やがて成長し、父の後を継いで王に即位した。ブチアシ王は、人肉が好物で、それを得るため非道残虐を繰り返したため、反発した千の小国の王たちにより山に追放された。山の鬼たちは、ブチアシ王を歓迎し、大王と敬った。ブチアシ王は鬼を使って千の小国を攻め、捕らえた。 最後に残ったスタソウは自ら王に会いに行き、四無常の下を解いて聞かせた。ブチアシ王は長い無明の夢から覚め、王たちを解放した。ブチアシ王はインドの伝説の王コルマサポダのわけ。この伝説をもとにした創作物が多く作られた。ソガ物語でも紹介され、太平記や玉も前物語にも登場し、絵本や歌舞伎などで人気を得た。暴悪犯アシ王 趣味仏教説話集、第1、武田正義編ちょぶちあし趣味と研究とに基づける、仏様の戸籍調べ、第5恵端ちょぶちあしことバンク、ぶちあしのこと、曽我物語、大町慶月公。ありがとうございます。